タブレットでしてる。いや、もう一つ古い携帯でやってます。おお、そうなんですよ。え、携帯やったらさ、小さくてさ、うん、コメント見づらくない？え、ちょっと確かにめっちゃ見やすいですね。え、そうなんよ。めっちゃ見やすい。確かに響きと響きとしっかり響きと、しっかり響きと、響きとって言ってください。響きとって言ってください。響きで、響きで、響きで、響き、本当響きです。響き、響きです。響きで、え、じゃあひらがなでいいんじゃないですか。あ、なるほどね、はい、ちょっと面白い。え、でもこれなんかおかしいじゃん。なんかほら、なんかさ、確かに、ね、じゃあとりあえずひーちゃんでもいいですか。ほんと、ちょっと本当に私はちょっと響きと呼ぶことになったので、響きと呼ばせて、あの、呼んでもらうことになりました。ね、やっぱひーちゃんとかなんかでもほら、しっくりくるな。響きでってみんな言ってますよ、響き。ほんとだ、響きで、響きと、さやかって書いてあります。とりあえずね、ここは、え、なんかさ、うん、絵文字とかある？え、ないです。え、ないの？これとかあります？ない。え、それ何？それ何？え、なんか、パリピウェイみたいな。ウェイなの？うん、どれ？どれどれ？これ？うん、ありますね。それです。親指立てる方？うん、親指立てる方ですよ、使ってた。じゃあウィッシュみたい。え、でもなんかすごいさ、陽キャみたいな感じになってる。陽キャになりましたよ。陽キャじゃないですか、もしかして。え、じゃあちょっと陽キャポストしました。陽キャポストしてください。こんばんは、皆さん。こんにちは。あ、こんばんは、こんばんは。こんちゃすです。こんちゃす、おはようございます。ひーちゃんと、イエーイ。テンション高いね。そんな感じ。そうですよ、高い。そういう感じなんだ。なんか被ってるんです。すいません。何の話します？それ何の話しますか？どんな関係だって。どんな関係？どんな関係？どんな関係でもないですけど。でもそう、今日ね、ひ、うん、ーちゃん、あ、ひびきと、はい、ひびきと、ひびきとですよ。そう、フェスに出させていただきましたということで、はい、どうでした？どうでした？どうでした？ちょっとやばかったですね、緊張が。めっちゃ緊張ね、え、そうですよ。僕さ、そのひ、あ、響きの響きの響きの緊張がすごい、あの、みんなに、あの、浸透して、うん、なんか今日みんなめっちゃ緊張してて、うん、本番前って言ってましたよね。やばいやばい、どうしようみたいな。なんか、みんなこれまで以上に緊張してるフェスでした。いや、ありがとうございました。本当に緊張しかなかったですよ。え、緊張するよね、うん、絶対するもん。さかりちゃん、あ、大丈夫大丈夫ついてたね。言ってました。終わるからすぐ終わるからすぐ終わるから言ってないよ。そんなこと言ってないよ。終わるから大丈夫大丈夫。大丈夫大丈夫。軽かったです。かなり軽かった。こんなに面白かった。軽くなかったよ。ずっと親身になってたって言って。ダメですよ、自分で親身とか言ったら。なってましたけど。あ、面白い、本当に面白かった。楽しかったね。うん、楽しかったですよ。今日もう女優ライトがなくて漏れないから、もう離れとこう。自分の距離感でやらせてもらいます。女優ライト大事ですよね。いや、このさ、今日泊まるホテルの部屋がなんか暗くて、うん、めっちゃ暗い。もうでかいやつがないから。え、ね、でもね、ちっちゃい豆電球たちしかないので、うん、ちょっとホラーっぽくないですか？漏れないわ。ホラーです。少しホラーになってます。神ちゃん皆さん、お化けです。え、お化けです。え、ね、いかえ、お化けらしいです。え、ちょっとどんなテンションですか？どんなテンションだろう。どんなテンションで配信してますか？こんばんは。あ、翔一さん、めちゃ可愛い、ありがとうございます。あ、みたいな感じですよね。待って、見てるの長いんだけど。見てますよ、ちょっと。どういう感じで見てるの？え、お、やってるって思って、うん、見て、って言いながら、みんなの撮ってるんでしょ？いや、それが数人しか撮ってないんですよ。うん、数人。誰誰、何人、あかりさんと、うん、さやかりんさんと、ゆうなん
と、うん、いちごと姫の、うん、だけですか。おお、じゃあその5に選ばれてる、はい、嬉しい。そうなんですよ。え、私さ、響って呼ぶことになったじゃん、はい、私のことなんて呼ぶの？え、みんなちょっと考えてほしい。の私のことのさっきさえちゃんとか出ましたけど、ちょっとなんかえ、いいよ、全然いいよ、全然呼んで。さえちゃんとか呼ばけてるから怒られちゃう。怒られないよ、ね、本当に面白い。めっちゃさえちゃんとか誰こいつで。いやな、でもまあ確かにね、さやちゃんって呼んで、え、いますか？メンバーいないいないいない。なんて呼ばれますか？さやかりん。え、そうですよね。ぴゃちゃん。ん、ぴゃちゃん、ぴゃぴゃちゃん、ぴゃちゃん、ぴゃちゃん、ぴゃちゃん。てりこちゃんが呼んでくるから。あ、嫁ですもんね。りこちさんの嫁ですもんね。それはちょっとどうかわかんないんですけど。え、なんかファンの人が言ってて、ね、あの、うん、今回リコチさんいないから、うん、あのカッパラってくれない今だよみたいな。そんなみたいなこと言ってたんですよ。ちょっとそんなちゃんのファンの方、どうもどうも、面白かったんです。あ、よくファンの人さやかにさんの話してますよ。本当に知ってくれてる。知ってくれてますよ。カリンさん、カリンさん、カリンさん、あ、カリンさん、ちょっといいかも。さやカリンさん、うん、さやカリンさん。もう元の原型ないけど。ないですよね、カリンさん。面白い。ぺちゃんはリコチだけって。いやでもそうですよ、怒られちゃうから。本当に怒られちゃう。シミサラとかもぴゃちゃんって呼んでくる。なんのあれですか、ぴぱぱぱいちゃん。え、わかんない、適当に。熱くないですか？え、熱いよね。思ってた。何熱いですよね。めっちゃ熱い風降り注いでくるやんみたいな。本当に熱い。やめて、本当に。なんか寒いかなと思ってつけたらマリ熱い。本当に熱いですよね。エアコンがね、ちょうど直撃の位置だったから。本当にかなりかなりでしたよ。内心、え、熱いんだけどって思いながら。めっちゃ熱い。ありがとう言ってくれて。ちょっと熱いだから。本当熱いなと思って。え、でも今日のフェスに暑かったね。めっちゃ汗かいた。やばかった。え、体調は治りました、うん、体調治りました。よかったよかった。過去一、うん、なんか、あ、脱水症状ってね、踊ってる時にふわってなりそうでした。めっちゃやばかった。明日は今日より曲数あるけどやばいですね。やばいよね。なんか明日の確認せるかな。本当にやばい。ちょっと明日も緊張が走ります。どうしよう。今日乗り越えたから大丈夫。確かに、確かに今日よりは緊張しないよ。でも明日の方が、うん、明日はちょっとやばいんですね。セトリ的に、セトリ的に明日の方がやばいんですね。どっちかっていうと好きなやつも入ってるけど、うん、なんか、あ、やばいみたいな、やばいってなってまあちょっとね、うん、確かにあれはあの曲はやばい、ね、やばいですよね。本当にこれでもこれ言ったら分かりますよね。絶対わかるかな。え、わかる気がします か, やばい曲、うん、やばい曲、本当にやばい曲だから。エグタンですよ。やばい。明日の衣装は何かな、何かな、何かな。今日はね、はい、何の衣装だろう。あれはあれ何ですか、フェス、あれツアーかな。あ、確かに。ツアー衣装。あれ見ててめっちゃ着たくて、お、うん、やっと着れたんです。初めて？初めてやったん？そうです。はあ、もう本当に好きです。え、黄色めっちゃ似合ってた。本当ですか？うん。ペンライトから。おお。黄色、黄色です。今年のツアーの衣装4色ある。うん、うん、うん。紫とピンクと青と黄色と、黄色と、あ、5色？うん、緑？あ、ありますね。緑ちょっと忘れがち。5色ある衣装今日着させてもらったんですけど、はい、黄色になりました。そっか、初めてか。え、そうですよ。もうジャーバージャーやんなかったから、そう、着れなくて、そう、着たかったんですよ。こんな時に着れてめっちゃ嬉しい、本当に。よかったよかった、うん、あ、 あれはツアー衣装って呼べばいいのかって。え、なんて書いてたっけ。いまいち、なんか名前あるんですか。そう、なんか確かにあるんだ。
なんか来てたよね。あるんですね。明日が楽しみすぎかも。え、聞いてください、今日、はい、え、わかんないんですけど、はい、今日来てた人に、はい、響のペンライトから振ってる人がいたんですね、うんうん、で、なんかもしかしたら、うん、なんか美容学校の時の友達だったかもしれないんですよ。え、でも多分辞めちゃった子、うん、でもう1年生ぐらいから連絡取ってなかった子なんですけど、うん、めっちゃその子に見えて、え、違うかな、どっちなんだろう、めっちゃエモじゃん、うん、え、すごい、違うような気もするけど、うん、そうなような気もしてちょっと気になっちゃう。え、連絡先とかさ、え、ワンチャン持ってる可能性あってない？え、微妙いんですよ、持ってるか持ってないか。持っててさ、聞いてみてさ、全然違ったら気持ちいいですよね。そう、だから何の話見てる？そう、さっきめっちゃ、うん、あの連絡しようとしたけど、うん、え、違ったらマジはずいと思って。確かに、どうなる、本当に連絡取ってないから、うん、どうしよう。来ててくれてたんだったらめっちゃ、うん、ですよね。でも嬉しい、ね、来てたら、うん、え、なんで私がアイドルになってるの知ってんのって思うけど、そうなんですよ、言ってないんだ、はい、すごくないですか。どうなんやろう、うん、でも違う可能性も全然大だけど、本当に違う人だったら、いや本当に。え、じゃあ明日もさ、ちょっといたら、うん、いっぱい確認して、確認します。いや、ちょっと明日怖い。え、今日の会場よりはちっちゃい、少しちっちゃいですかかな、どうだっけ、なんかトヨタなんとかなんとかみたいな、みんなの方が知ってるかも、うん、ですよね。絶対そう、私が調べるよりみんなの方が知ってるかも。そうかもしれない、マジで。いやー、さやかくん可愛いですね。可愛くないよ、くまちゃん。可愛くないよ、このテンションうざいかもしれない。全然、全然。え、さやかりんさん自体、うん、どういうテンションの人が好きなんですか。ちょっと合わせよう、それにちょっと合わせるんで、ガチのこういうテンションの人で。え、でも割と、なんだろう、友達だけで言ったら、その明るい子が多いかもしれない。おお。じゃあ明るいで明るいでじゃあ明るいの方がいいんですかね。え、静かはあんまりないですか。いや、でも全然静くでも、うん、成り立つだからどっちでもいい。私元気ない時は静かでいても大丈夫だし。じゃあ一人の時に話しかけてほしい派ですか、欲しくない派ですか。時と場合によりますか。時と場合かも。ですよね。え、でも嬉しいよ。あ、本当ですか。マジでさ、うん、うん、話せるのひーちゃんぐらいしかいないもん。話いっちゃうから。あ、響きね。あ、まあダメですね、ちょっと響きで。いや、なんかさ、呼び捨てでさ呼ぶことが普段なくてさ、人のこと。確かに。え、誰かいないですか。メンバーだったらいない。あだ名ですよね。うん、そうね、みんなですよね、一応あだ名あるからね。ニックネーム、キャッチニックネームがあるから。確かに。自分結構呼び捨て多いんですよね、普通の。多くて、だから、え、ちょっとじゃあ第1号ってことで、第1号ってことでよろしくお願いします。頑張ります。はい、響きで頑張ります。響きでお願いします。不思議な化学反応起きてるって、いいですね。ひびきとちょっとキモいかも私。いや、私がキモいかも。私がキモいんだけど大丈夫さ。え、話すようになったのはあのあれだよね、お話し会のさ、もうあれですよね、結構初期じゃないですか。いつだっけあれ。福山の合同グループお話し会があって、うん、たまたまあれって9時で決まったよね。はい、9時です。運命的ですよ。運命です。イエーイイエーイ。やばい、陽キャのノリについていけてないかも。そう、運命的にそのマイハさんと、うんうん、響きと3人で、私で3人だったから、うん、そこで初めてですね、話しました、ね、話しました。あの時、なんかめっちゃあれでしたよね、うん、なんか気まずかったけど
ね、楽しかったですね。気まずかったの？え、気まずくないですか？気まずかったの？え、気まずくはなかったですか？え、でもそうね、あんまなかったからさ、合同って、うん、あ、そうなんですか？ないかも、私自身もそんなないかもしれない。うん、あれ、気まずいですよね。え、でもめっちゃさ、なんか盛り上げてくれたよね。いや、私、確かにめっちゃ喋ったけど、頑張ってくれたよね。めっちゃ喋ったけど、めっちゃ気まずい。でも気まずいかったけど、めっちゃ楽しかったです。うん、楽しかった。そう、思ったより中にさん喋ってくれたから。福山か、福山ですよ。そうですよ、それきっかけで、そうです、話すようになったので。嬉しい、嬉しいですね。わーちゃん、こんな可愛い方に。可愛くないです。いいですね。ちょっと可愛いので、顔が可愛いので、やめてください。顔が最高ですよ。響さんの顔が可愛いです。知らないんですね。あ、こんな後輩と話したのか言ってますよ。こんな後輩と話してるのか。普段配信でどういう話してるの？どういうノリ？いつものノリでやってみてほしい。普通のノリですよ、今も。普通のノリ？普通にしゃべった今。はい、ねえみたいな。あ、高いね。結構高いね。めっちゃ高く、高いですね、普通に。うん、こっちさんに言ったの、それ言ったらどうなるのって。確かに、こっちさん確かに。でもなんか違う感じじゃないですか、響き、こっちさんたち。なんか違う感じの、ヒャハーみたいな感じじゃないですか。あれ、まあそうね、ちょっと。え、井口さんとリネさんの方がやばい感じしますよ。私もちょっと別ジャンルでやばいよね。あ、なんかそれはよくやります。なんか違うジャンルだよね。うん、違うジャンルでやばいね。うん、ってよくやります、うん。ちょっと違うみたいな。確かにその3人が揃ったらどうなるんだろう。うん、やばい。多分やばいです。誰がまともなんですか。え、まともですか。そのお二人は。まとも？うん。なんかん？普通に近い方。いや、まあ普通に近くはないですね。全然。そう、二人はね。全然。ちょっとコラボしてみてほしい。いや、一回してみたいんですよね。めっちゃ面白そう。うん。この間、そうなんだ、ミュータンさんに、へえ、仲良くなりたいと思ってたんだよねって言われたんですよ。みたいな。そんな思ってたんですか？とか言って。びっくりしたんですけど、いや、その2人のコラボ見てみたいわ。リコチさんは結構時々喋るんですけど、あったら。うん、確かにリコチいっぱい喋ってます。喋ってるイメージある。いや、喋りかけに行けないよ。え、行けないですか。行けない。だって急にさ、来てもさ、やっほーみたいな。じゃあ行こうかな、今度行ってみていい？やっほー。サンキちゃんが固まってる中に、ややっ、ああ、え、あ、あ、お疲れ様ですみたいな。お疲れ様ですってなるかもしれない。絶対そうだよ。え、じゃあひいきにやってください、今度。分かった。え、だって話しかけられたことないですもん。はい、一回も喋りかけられたことないんですよ。はい、そうだっけ。そうですよ。本当にないです。本当になので、え、でもひーちゃんは来てくれるから、はい、そう、嬉しい。じゃあ話しかけに一回来てくださいね。何も言わなくて、あ、やっほ、あーって言いますから。本当に、じゃあ私が行ったらその後はちゃんと責任持ってくれる？うん、あ、いいですよ。あ、こんにちは。気まずいじゃん、気まずいじゃん。じゃあもうめっちゃ先輩ずらしていこうかな。え、いいですよ。あ、響き、やっほー、何してんの？何してんの？やってくださいね、本当に。で、あの、弟子になるんで、やめてやってください。いや、でも私逆にさやか兄さんみたいになりたいですよ。どういうこと？なんかおしとやかじゃないですか。本当ですか。うん、私に、まあ、おしとやかの主ないんで。いや、でもいいよ、それがね、魅力だよ。魅力だよ。魅力だよ。魅力だよって。ひいきさんの魅力だよ。イエー。
やばい、響さん呼びになるかもしれない。え、さんはやめてください。うわ、なんか今しっくりきてるもん、響さんが。え、なんでですか。もう距離感がすごい。響から次響さんになるの一番面白くないですか、それ。絶対ない。絶対なくて、ちょっと本当に面白い。あ、いいよ、さやちゃん呼びでもさやか呼びでもいいよ。私響さんって呼ぶ。やばい。じゃあさやかさん。え、どういう関係。やばすぎ。いや、ちょっと面白いかも。さやかさん、さやかさん、さやかさん、何してるんですか、さやかさん。今日の髪型は面白い。なんだこれは。何ですかそれ。編み込みにして、編み込みでした。うん、で、三つ編みたらし。いいですね。カーチーです。カーチーズですね。はははこれめっちゃ映ってるけど大丈夫。面白いですね、うん。ちょっと配信する場所がなかなか定まらなくて、はい、何しますかって、これです、うん、これの上にしてパタンってなりますよこれ。え、大丈夫か、うん、パタパタ。え、あ、長い。これありますよね、このゲームありますよね。どういうこと。なんかおさまさみダラダラダラみたい。え、なんかあれピアノみたいなやつ。え、全然違う。どういうこと。流れてきたものをさ、ここで打つみたいな。ピアノ代理じゃないですか、それ。ちょっと噛み合ってなかった。全然噛み合ってなかった。え、したことないですか。え、あれ、なんか、なんとかズボンみたいな。あ、そうです。ドド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 ドみたいな。それね。絶対ね、ちょっと。ピアノ代理、この間してみましたよ、私。ツン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 って。そう。懐かしいですよね。ピアノでやってました。やってました。入れたんですよ、また。久々に。え、アプリのやつ。そうです。え、ちょっと対決しましょうよ。しましょう。私めっちゃうまいよ。いや、じゃあ方がうまいですよ。私うまいよ。え、ちょっと一回やってみましょう。本当に面白いかもしれない。ね、めっちゃ下手 かもしれないけど。面白い。面白いですね。私先輩と発信したの初めてです。本当に。え、私はさ、後輩のことを、うん。配信したの初めて。パチパチパチ、素晴らしい。嬉しいですね。ありがとう。嬉しい、嬉しい。ありがとう。嬉しかった。今日配信しましょうって言ってくれて。ね、え、よかったです。そう、配信しまた響が誘ってますわ。本当だ。え、じゃあ今度いつか遊ぼうね。そのいつかは来ない気がする。そのいつか来ない気がしますね。そのじゃあいつか私から誘うかな、うん、あ、何百年後ですかね。え、でもさ、アニメ好きがさ共通してるじゃん、うん、はい、なんか行こうよ。え、行きましょうね。本当ですか。なんか行こうよ。本当にですか。うん、本当に行ってます。え、何のアニメ好き。え、何でも好きですよ。何でも好き。うん、ブルーロックとか好き。うわ、見てないです。え、面白いですか。面白い。え、あれ見るか迷って、だから友達に聞いたらガチサッカーだよみたいに言われたんですよ。え、ガチサッカーでもないよ。あ、なんかじゃあどうなんだろう。え、なんかだから、うん、やばい、行く。やばいやばい、共通のアニメが今のところ見つけてない。配給も見てないですもんね。いや、アニメは見てたんですけど、うん、もう遥か昔すぎてちょっと忘れちゃった。私毎日見てますよアニメ。もう毎日、本当に毎日。私東京グールが好きだったって言ったら絶対無理です。そう、なんか悪いかも。やばい、共通のアニメが今のところ見つかってない。なんか悪いかも。え、でもさ、うん、コナン、あ、コナンだけでしょね。コナン待って、でもまだその3つしか話してないから。確かに、まだまだありますよ。いっぱいあるよね。じゃあ五等分の花嫁。あ、好きです。あ、OK、 あ、ありました。めっちゃ、他にもめっちゃありますよ。え、今期とかだったら何見てますか。即死チートとか。あ、見てます見てます。え、見てますか。え、見てますよ。え、素敵。本当素敵。エリーゼとか。エリーゼ、エリーゼ、なんとかエリーゼみたいな。ガチでは見てないけどまだ、うん、多少見てます。なんか悪役令嬢系の。うん、え、悪役令嬢ってあれですよね、あの、あれ2つあるじゃん、今期。はい、どっちも見てる。
え、私もこの間見ました。途中まで見た。あ、いいじゃん、いいじゃん。ですね。ちょっと噛み合うかもしれない。噛み合うじゃん。今期、今期、他何見てるかな。面白いかも。いいじゃん、いいじゃん。あ、合いますよ、ちょっと。嬉しい。いいですね。めっちゃ。でもアニメちゃんと見てない人の方が多いから、なんか、3期にもガチアニメ好きはいないんですよ。あ、そうなの。うるせえやつら見てる？うるせえやつらどれですか？目見てない気がする。本当？うるせえやつら今期あとじゃあなんだろう。今期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 あれ今何分ですか？え、そんな時間？え、待って、57分だ。うおー、ごめんなさいね。え、なんか全然コメント読めてなかった。ごめんなさい、すみませんね、ごめんなさいですね。ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。いっぱい盛り上がってごめんね。ありがとう、来てくれて。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、しゃしゃしゃ、ありがとうございます。あ、しゃ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 、あ、しゃしゃしゃ、団長を読みます。あ、読みましょう。団長読みましょうか。でいい、じゃあ13から1人ずついってくださ い, いきましょう。はい、よっしゃ、せーの、13位、はい、ちょっとテンション感が違った。あと、グッジョブさぬきこさん、イエイ、ゆいちゃん、イエイ、ありがとう。ちょっとテンションに差があるかもしれない。せーの、12位。あ、12位。カズさん、最後に楽しい。ほゆうさん、ありがとう、ありがとう。すいません。11位、たんたんたぬきさん、ひろしさん、ありがとう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 。10位、フレミングの左手の法則さん、森健一さん、ありがとう、ありがとう。9位、山井さん、佐藤さん、ありがとう、ありがとう。8位、一光さん、おぐりん、ありがとう、ありがとう。7位、トラさん、タナタナさん、ありがとう。やばすぎ。6位、ゆういちさん、ゆうゆうゆうさん、ありがとう。5位、かずささん、え、響き、さやくんに挟まれたいたいさん、ありがとう、ありがとう、ちょっと嫌かも。4位、ビルムさん、直樹さん、ありがとう。3位、ようちゃんさん、ゆいちゃん、ありがとう、ありがとう。2位、ゆずきちさん、よしぞみさん、ありがとう、ありがとう。1位、翔一さん、つなのさん、ありがとう。ちょっと長い、あの、あれでしたね、ちょっと団長読み。そうですね。ありがとうございました。もう、あ、もう00時だ、あれ、やばい、終わっちゃう、バイバーイ。ごめんね、ありがとう、明日もよろしくお願いします。じゃあね、明日ね。